はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。こんなニュース見つけましたよ。ニューズウィークの日本版4月28日火曜日8時18分って今朝ですね。中国は偽のコロナ検査キットで、不当な利益得ているナバロ米大統領補佐官ですね。ちょっと読みますと、ナバロ米大統領補佐官括弧通称製造政策局長は27日中国から送られてきた新型コロナウイルスの抗体検査キットが低品質で、偽造品だと述べ、中国が新型コロナのパンデミック（世界的大流行）から不当な利益を得ていると非難した。これまあ、通商製造政策局長ということは、外交や安全保障ではない担当の補佐官なんですね。その方が怒ってるわけですよ。かなりのね、これ苛立ちやと思いますよ。まあそもそも米中の貿易協議はこの方がご担当だったんでしょうけども、なその頃からのなんかイシューがあるのかもしれませんね。なんかね、中国の検査キットはあるにはあるらしいですよ。100種類ぐらいなんで100種類もあんねんと思いますけど、でもね、なんかこう信頼に足るようなものはがあるとはですね、報道されてませんね。で、私は金がねですね、島津製作所が開発して今もこう販売をしている検査キットがあれが、一致率が 100% ということで、それがもっと普及してしかるべしだなと思ってるんですけど、その後そっちのニュースは聞こえてきませんね。ただ海外に輸出するほどの生産能力は今のところないと思うんですけどね。まあサンプルで1000個ぐらい送ってあげてもええやんとは思いますよ現在中国から送られてくる抗体検査の多くは低品質で正確な結果が得られていないと述べた。米国は基本的な装備や医薬品で中国への依存度が高く、両国は新型コロナ感染が拡大する中、非難の応酬を繰り広げていると。ナボロ氏は中国の湖北省武漢市で発生したと考えられる新型コロナの感染拡大を同国が6週間隠蔽し、世界中に広げたと非難。武漢市で封じ込めができたはずだ。しかしそうせず、世界に種をまいた。多くの中国人が飛行機に乗り、ミラノやニューヨークなど世界に向かったと述べた。また中国は報告を遅らせている間に医療従事者が必要とする防護具を世界から吸い上げ、現在はその状況から基本的に不当な利益を得ていると指摘した。まあなんか中国がね、防護服を買い占めたという話は他のニュースでも見ましたね。ね、今非常に不足しているということで、大阪の吉村市長ですか、なんか100円ショップの雨がっぱかが防護服代わりになるから、みんな持ってる人は教室してくださいって言ってる。まあそんなことをね、言うてるぐらいですから、防護服絶対的に足りてないんでしょうね。ニューヨークではゴミ袋を着てですね、医療に従事する医療関係者がいるというようなニュースが伝えられていました。でなんでそんなないねんって言ったら、みんなこの騒ぎの前に中国が買い占めて持って帰ったみたいな。いやでももともと中国製でしょ、でもで今はそれをね、こう輸出することによって利益を得ているっていうこのナバロさんが怒ってはるんですよ。ねえ、あるんやったら防護服があって、ほんまに今中国収まってるんやったら、その分ね、援助するとかね、そういうことをすればいいのにね、援助します、支援しますとか言うときながらお金取ったりしてはるわけでしょ。いやー、なんでね、わざわざね、そう信頼を失うようなことをわざわざされるのかっていうのが不思議ですって、僕この動画で再三、
言ってきたんですけども、まあ、それってね、その一人の人間がやってることではないですからね。あの14億の人たちのうちのこっちでやって、あっちでやって、こっちでやって、あっちでやってるわけだって。まあそのどっか中央がそんなアホなことやめとけって言うても、いや、まあ、止まらんのでしょうね。まあだからね、昔からそういう統制が効かないというところはですね、お家芸みたいなもんですよね、あそこの国の。ですからまあ今後もこういうことは広がるでしょうし、勝手に検査キットを作る人たちもいるでしょうし、その検査キットの精度なんか気にせないでしょうかね、作った人は大体は。まあだからそれをまたね、買ってしまって使って、ちょうだーって言われたら、もうその、あの100円ショップで売ってるおもちゃやったら知らないですけどね、この検査キット間違われるっていうのはかなり現場はね怒るでしょうね。ほんまに早くね、日本製のね、島津製のね、正確なキットをね使っていただきたいと思うけど、あれはもう早く量産体制をして、世界に送るべしだと思いますけどね。んでしかしまあね、これやっててこの方通称製造製作局長でしょ、うん、この方が怒り浸透したらですね、今後のまたあの米中のですね、あの貿易交渉ってまだ残ってるでしょ、ね、今これでお休みになってますけど、まあ、いずれまた始まるわけでしょ。でこの人の意見次第で中国製品に関税かけられたりできるはずなんですよ。まあ、この人が決めるわけじゃないけど、この人がこうしましょうってトランプに言うて、トランプ社内やるかみたいな、そういうところのポジションだと私は理解をしているんですけども、うん、わざわざ怒らすことないやんと思うけど、怒らしますね。まあ、これ言わはったのはね、FOX ニュースって言って、アメリカの、その、超保守的な、トランプさんを擁護するメディアですね、テレビですね、確かね、FOX テレビっていう。アメリカってね、なんていうかこう 99% のメディアが反トランプなんですよね。不思議な国ですよね。それでもトランプの支持が一定あるというのが、いかにメディアが無力かっていうのを表してるのはアメリカなんですけど、 FOX テレビはもう唯一と言っていいぐらいトランプ擁護のテレビ局、超保守的なテレビ局で、確か地上波やったと思いますよ。はい。で、このナバロさんという方がここでお話になったと。でこの方はまたこの出来事によってですね、ゴリゴリの反中派になるという可能性は高いでしょうね。でこんなことをこういう発言ってね、まあ FOX テレビだけではなくて、こうやってニューズウィークになって全米に流れてですね、なおさらまたこう日本にまで飛んできて、日本に来るということはですね、世界中に行ってるということなんですよ。ほんならこの同じ記事をね、アメリカの動向を気にするヨーロッパの人も読んではる可能性が高いわけですよ。ほんで、ああ、やっぱりなんかうちに来てるのもなんか偽物多かったな、みたいな、そういうことになるわけですよね。で、ますますこう、あの国が信頼を失っていってですね、今後、うまくその外交においても経済においてもですね、有利なポジションが取りにくくなるという状況に追い込まれるわけであって、まあでもね、さっきも言ったように、こう統制が取れないわけですからね、こういうことは今後もずっと続くんでしょうね。で、一番いいのはね、肌から疑ってかかるんですよ。まずサンプルよこせって言ってね、サンプルで使ってみて、あかんこれみたいな。いきなり何千万個も発注したら、もうそれもね、一回支払ったお金を返してくれるとは思いませんからね。日本の総合商社が噛んでたらね、それは返してくれる可能性ありますけど、多分そんなんと違うで直接やってるはずですからね。そうすると払ったお金も返ってこないということは、ますますアメリカ人は怒るし、まあそれ、まあ同じことがヨーロッパで起こっていればヨーロッパ人も怒るし、なんかそんなニュースもありましたね、なんかね、何日か前に。いっぱい来てるけど信用できんから返品するみたいなのがありましたし、こう今回だからね、輸出してるのはね、ウイルスだけちゃうんですよね。こういう低信用というか逆信用まで猛烈な勢いでですね、世界中に輸出をしてしまったというのがですね、このコロナ騒ぎのおまけみたいなもんでございます。このおまけも結構厄介ですよ。
日本関係ないからいいですけどね、うん、で日本は大体ね、欧米諸国に比べると付き合いがちょっと濃厚でしょ、中国とは。だから非常に警戒しますよね。だからやすやすとこうやってその偽物捕まされたりするっていうことは少ないとは思うんですけどね。はい、ということで、まあ、ちょっとだけヘビーなニュースでございました。ナバロ氏のお話です。はい、皆さんどうもありがとうございます。